新型肺炎下痢も感染経路か中国人の研究者らがアメリカ医師会の雑誌に発表した論文によりますと新型肺炎の患者のうちおよそ10%が発熱や呼吸困難といった症状を示す前に下痢や吐き気を訴えていたことが明らかになりました。 この新型コロナウイルスは SARS とほとんどウイルスが同じだとされており、この SARS ウイルスでは、お食事中の方は申し訳ないんですが、感染している患者の排泄物からウイルスが確認され、このウイルスが下痢の湯気、水蒸気に含まれ、感染が 拡大したことが確認されております。この新型肺炎、新型コロナウイルスについても、下痢が感染経路になっている可能性がございますので、皆様、外出先でトイレに行かれる場合は、トイレに設置してある消毒薬でしっかりと手を消毒していただき、 この新型肺炎に、新型コロナウイルスに感染しないように注意していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。